ビデオカメラのデータ復旧を行いました。徳島県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはキヤノン、アイビス、HF R32。 操作を誤って内蔵メモリのデータをすべて削除した。その後、SD カードに録画を行っているという状況です。データ復旧処理を行い、およそ9時間の動画データの復元に成功しました。また、テレビで見られるブルーレイディスクに変換してお渡ししました。